天才映画監督の YouTube チャンネル、o g a 吾チャンネルの提供です。アフターエフェクトを使って映像に落書きを重ねてうまく動かす。それを説明します。落書きを重ねる、多くの場合落書き重ねるとこのカメラのパンとかズームに合わせて動かないんですよね。だからブレブレになってしまう。それを落書きと映像をぴったし合わせる方法。それを説明します。 今回使うソフトが多いんですよね。After Effects、Photoshop、Premiere。それと Excel または Open Office のようなスプレッドシート表計算ソフトですね。これが必要です。Premiere を起動しましたらファイルを読み込みます。まず一番最初のフレームだけを画像として出してください。書き出しメディア。 png 分かりやすいような背景としましょう。そして一枚だけしか必要ないですので、シーケンスとして書き出し、これをチェック外します。書き出し。背景が書き出されました。次に Photoshop を起動します。そして先ほどの背景を読み込ませます。次にレイヤーを追加します。そして追加したレイヤーを選びます。ここで Photoshop の機能を使って、 いいろろ落書きします私、絵心ないですので、適当に丸とかバスとか打つだけですけど、きれいな絵を描ける人はいろいろ描いてみてください。タヌキに赤丸。奥の女神っぽいものは緑にしましょうか。これですね。落書きが終わりましたら、このレイヤー0を見えなくします。背景を見えなくして、 落書きだけを保存します。アフターエフェクツを起動しましたら、まずは動画、次に落書きをコピーしてください。そして動画をコンポにドロップ。落書きもドロップですね。そうしますと、落書きと動画、それが一緒に先ほどの、先ほど書いたように映ってますね。全体表示しましょう。こんな感じで合ってます。ただ、このまま再生しても、 ズレてるだけですね当然ですけど、ずれてるだけです。次にトラッキングをしましょう。まずはレイヤーを選んだ状態で、アニメーションのモーションをトラック。これを選びます。そうしますとトラックポイント。これが現れました。これを、これを今回、タヌキの目に合わせましょう。タヌキの目をトラックするようにしてみましょう。ちょうど目がトラックしやすいんですよね。次にトラックの種類。 回転とスケールをプラスしてください。そうしますとトラックポイント2というものが出てきました。トラックポイント2をタヌキの目のもう一つの方に合わせます。ちょうど2匹のタヌキの目に合わせました。次に分析の再生方向に分析をクリックします。そうしますとタヌキの目をトラッキングしてきますね。これ時間かかりますのでしばらく待ってください。トラッキングは終わりました。次に落書きの映像と今トラッキングした パターン。これを当てはみます。まあ、ソースは動画のソース。次にトラッキング、トラッカー1これ選び、ま。これを選びます。トラックの種類はトランスフォーム。選ばれてるはずですね。ターゲットを設定で落書き PSD。これを選びます。そして適用。X および Y。両方に適用します。 そうしますと、落書きに適用されたんですけど、角度が何か変ですね。これをちょっと修正します。まず、回転。回転を選んだ状態で、コントロール C、コピーですね。これ、右クリックで出ないですので、注意してください。次に、スプレッドシート。エクセルまたは、オープンオフィスのカルク、軽く。軽くは起動、起動しましたら、貼り付けてください。まあ、先ほどトラッキングした角度とかが入ってます。 これから行いたいこと、この一番最初の角度、ここを0度にしたいわけなんですよね。だから、28.0572、これをコピーしておきます。そして、数式で、これ、マイ,マイナス、先ほどの数字、これ0って言ってました。これを全部,の全部に対して行います。 そしてコピーですね。そしてこちら側に貼り付けます。この時に形式を選択して貼り付け、これで全て挿入をチェック外して、数のみ、数値のみを貼り付けます。そしてこの D の行を全部消します。この状態でまた全体を選択して、 コピーそしてアフター f e c t s に戻ってここにコントロール V で貼り付けます少し位置がずれてますのでのアンカーポイントというところを動かしますこれで位置を微調整すれば OK ですね 落書き、これで落書きと動画が合ってるのかな。なんかいい感じで合成ができたのかなと思いますね。 もうつまらない動画にあなたの貴重な時間を捧げるのはやめましょう天才映画監督の YouTube チャンネル中学生にバカにされる監督小形慎吾チャンネル URL から遊びに来てください面白い動画を見つけるコツ知らない動画を見つけたらすぐ飛びつくことですね是非私の動画のスポンサーにならないですか詳しくはここならの出品ページをご覧ください